リーガ愛は、ルーマニアのサッカーリーグであるリーガープロフェッショニスタで、フォトバルのトップディビジョンである。2006から07シーズンまでは、ディビジア A と呼ばれていたが、商標の問題で名称をリーガー1に変更された。2007から08シーズンは、UEFA ランキング2007で、スペイン、イングランド、イタリア、フランス、ドイツ、ポルトガルに次ぐ7位になったことから、優勝チームは、 UEFA チャンピオンズリーグ2008から09のグループリーグからの出場権を得ることになった。2010から11シーズンまでの4シーズンにわたり、優勝チームはグループリーグ出場権を得た。主にルーマニアの首都ブカレストに本拠地を持つクラブが協力で、旧共産主義時代から内務省、秘密警察の支援を受けたディナモブカレスト、国軍の指示を得たステアワブカレストが派遣を競って、 きた。共産主義政権崩壊後は西側への選手流出が続くも、現在でも、ルーマニアの有能な選手を排出し続けている。近年は、ラピドブカレストなどのブカレスト勢に加え、CFR クルジュや FC ウニレアウルジチェニなどの、新興勢力の台頭が著しい。2012から13シーズンにはそれまで、上位争いに加わっていなかったパンデリー・トゥルグ、ジウ。 ペトロルルプロイエシティ、アストラジュルジュの3クラブが躍進し、UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。名称がリーガ1に変更された2006から07シーズンから2014から15シーズンまでは18チームによる2回戦争当たり戦を実施して順位を決定していたが、2015から16シーズンはレギュレーションが大きく変更される。 参加クラブ数が18から14に削減され、14チームがホームアウェイ方式の2回戦争当たり戦を実施するレギュラーシーズンと上位6チーム、下位8チームに分かれて2回戦争当たり戦を実施するプレイオフ、プレイアウトの合計成績によって順位を決定する。下位チームはリーガ2に自動降格、十二チームは入れ替え戦に出場する。また、 UEFA ランキング2015で15位になったことから4シーズンぶりに UEFA チャンピオンズリーグ出場枠が2に増える。ありがとうございます。